今日のビデオはですね、実はですね、ガストン・ルーガさんっていうバックパックの、スウェーデンの会社さんらしいんですけれど、バックパックの会社さんからモニターをしませんかということで、現品のご提供をいただきましたので、今日はこれのレビューをしていこうと思います。ですね、ガストン・ルーガさんのカバン、結構インスタグラムとか、ブロガーさんとかのところで見たことがある人も多いんじゃないかなと思うんですけど、私も実はその一人でですね、なんか前から結構、こう、写真とか、こうブログとかで見て、可愛いなと思って見てたんですよね。なんで今回今試してみませんかっていうお話をもらって、すごい嬉しくて、はーいはーいって言ってこうモニターをさせてもらうことになったんですけれど、まあですね、今回はいいところばっかりじゃなくって、こうもうちょっとここがこうやったらいいのになっていうところも、まあ、含めてですね、このバックパックのレビューをさせてもらおうと思います。まずですね、今回お試しをさせてもらったバックパックなんですけれど、これは13インチのラップトップが入る大きさで結構大きいですね。なんですけど、これで、名前がね、スプラッシュっていう名前のバックパックになってます。確かね、色の展開が真っ白と黒とオリーブグリーンと、この色と、があったと思うんですけれど、うちはですね、夫と私と、まあ、意見の一致を見まして、この色が一番可愛いと思うということで、この色を選ばせてもらいました。マスタードイエローですね。で、スプラッシュっていう名前の通り、これね、実はね、撥水加工がしてあって、100% ウォータープルーフやったかな。なんか水がかかっても、こう、水を弾いてくれるっていう風な、なんやろ、ハンターの、レインブーツみたいな感じなんですけど、なんか防水加工になってます。でですね、素材が、すごい高級なビーガンレザーを使っているらしくって、私自分自身がビーガンなので革製品がねちょっと使えないんですよね。なんですけれど、まあ、これはですね、革製品と同等か、もしくはそれ以上のクオリティの合皮を使っているらしくって、触ってみるとすごい柔らかいです。でですね、こうバックパックの形自体はこんな感じなんですけれど、なんでまあちょっと一つずつこれをご紹介していこうと思います。まずですね、バックパック自体はこういう感じになってます。で、上から開けたらこうパカッと開くようになっていて、中身は後でどれだけ入るか紹介しようと思うんですけれど、で、前のところにこう2つジッパーでできた、なんていうかポケットがついてます。で、裏は、後ろはこういう感じになっていて、ここで持ってすることもできるし、ここでこうバックパックとして背負うこともできるみたいな感じになってます。で、バックパックは長さが調整できるように長さ調整のバックルがついてます。でですね、サイドにこのボタンがついててですね、ここで荷物が多い時とか少ない時とかにマチを調整できる感じになってます。でですね、中身をちょっとお見せしていきたいと思うんですけれど、中身今ね、とりあえずね、自分が使えそうな感じの前提で荷物を入れてみたんで出していきますね。どれだけ物が入るかというと、まずですね、ラップトップ、私のラップトップ13インチなんですけれど、ラップトップが入ります。でね、ラップトップが入る用のスリーブが中にちゃんとこうやって別であるので、ここにラップトップが入れられるようになってます。で、中にあと入っているのが、メイクアップポーチですね。と、あとですね、これ、この間モニターさせてもらった折りたたみのコップが入ってます。で、ここにジッパーのついたポケットが、内ポケットがついてます。で、あとは、ここに水筒が、水筒なんですけど、で、内側のここに、水筒が入るポケットが入ってます。で、あと中何が入ってるかというと、パソコンの、ノートパソコンのケーブルが入ってます。まあ大体今ね、自分がもし持っていくんやったらこんな感じかなという感じで紹介をしてみたんですけれど。よし、止まった。ちょっとボタンが硬いですね。これはしばらくしたら慣れるのかもしれないんですけど。なんで折りたたんだらこんな感じで、でですね、トップはこういう風になってて、もし荷物が少ない場合はここの一番下のここのノッチ、ここの一番下のノッチに引っ掛けたらよくって、荷物が多くなったらこうやって一番上のノッチに引っ掛けて蓋をするみたいな感じで、なんで荷物の多さによってこう上のフラップの
留めるところが変えられるっていう感じになってます。まあ、中身を出した感じのバックパックはこういう感じです。なんで荷物が少ない時はこうやって横をこうパチンと留めて薄くして持っていけるし、荷物が増えたら横のボタンをこうパチッと開けてこう中身が増えた分こう調整ができるっていうのは私はすごいいいなと思いました。でね、今回のこれは私がモニターでお試ししませんかということで、いただいているので、私がすごくいいなと思った点と、あと個人的に自分が買うときに、もしこれやったら、ここがこうやったらいいのになっていう改善点の希望というか、が、まあ、ちょっとあるんで、今回はちょっと一緒にシェアをしたいと思います。ですね、まず、いいところ、いいところなんですけど、私はこのデザインがすごくミニマリスティックで、なんというか、でかでかとロゴが入ってないところがすごく気に入りました。私ね、手持ちの持ち物って、ほとんど大きくロゴが入ったものってまず持ってなくて、なんでかっていうと私ロゴが入ったものがちょっとあんまり好きじゃないんですよ。なんか、こう、わざわざ宣伝しながら歩くのもちょっとなという感じなんですけれど。この商品に関して言えば、ここら辺にガストン・ルーガって書いてあるんですけれど、ちょっと離れたら本当にロゴがわからない感じで、私はそれがすごい気に入りました。なんかね、ホームページを見てたら、ものによったらこう刻印というか、プレート、ゴールドプレートかなんかでこうブランドネームが入ってたりするんですけど、それもなんか割とおしゃれな感じで、まあ、デザインがすごくいいし、なんていうかロゴが目立たないし、デザインがミニマルな感じのデザインなのがすごくいいなと思いました。あとですね、これ撥水なので、多分山とか雨の日とかに持って行ったりとか、あとは自転車を漕いだりするときに持ってて、なんかちょっとたまに雨が降ってきたりとかしても、まあ撥水なんで雨の心配をしなくていいっていうのが多分すごくいいなと思いました。なんかね、こうやって肩からかけるショルダータイプのカバンだと結構雨の日って濡れるんですけど、バックパックやったら、まあ傘さしたりとかしてたらそんなに濡れないですし、まあ天候に関係なく使えるからすごくいいなと思いました。でですね、長さも調整できるんで、あとデザインがユニセックスなんで、私ね、これを選んでた時に夫と二人でどれにしようって言って選んでたんですけど、多分私をこれがこうやって持ってもこうやって持っても夫が持っても多分二人とも普通に共通で使えると思います。で、持ってみた感じはこんな感じです。こんな感じなんで、まあこういう感じでなっております。で、重さはバックパック自体はそんなに重くないです。なんていうかすごく軽いですね。ただ、まあ、中身がさすがにラップトップ入れてカメラ入れて化粧品入れてってなったら、まあ、カバン自体が重くなるけど、それはまあ中身が重いからしょうがないかなと思います。なんですけれど、私がね、まあ、いいなと思うのはその点で、ね、もうちょっとこうやったらいいなと思う点をちょっと今回はシェアしたいと思います。というのもですね、これね、バックパックって割とポケットの位置が物によって違うと思うんですよ。で、これはね、ここのバックパックはここと、このスプラッシュっていうのに関して言えば、こことここにポケットついてるんですけど、実はこのポケットちょっとね、手とか入れづらいんですよ。なんか気づいたんですけど。でね、これ私の iPhone は iPhone 7 Plus なんですけど、これをここに入れようと思っても、そこまで入らないんですよ。なんで、でもね、普通に出かけるときって携帯って必ず外ポケットに入れませんっていうのも、こうバックパックをこう持ってると、何やろ、こうバックパックの中身から携帯出そうと思ったら、こうバックパック下ろしてここ開けて中のポケットに入れて、なんか中のポケットから出してまた閉めてっていう風にしないといけないと思うんで、だいたい携帯とか水筒とかそういうのってこう外ポケットに入れたいなって思うんですよね。なんですけど、ここのポケットがちょっと小さいから、なんやろ、せめてここ全面をこうポケットにするとかして、なんかもうちょっとここに物が入りやすい構造になったらいいなっていうのは思いました。あとですね、一応中に水筒を入れるポケット、内ポケットがついてるんですけど、これもねちょっとね、ペットボトルがかろうじて入るかなぐらいのサイズなんですけど、ちょっと入れづらいんですよね。で、個人的にはバックパックの外側にウォーターボトル、水筒を入れるポケットがついててほしいなと思いました。特にこれは
防水加工になってて、ハイキングとか山行ったりとか、そういう時に使ったりとかする人がすごく多いと思うので、そういう時って、なんやろ、こう外側にウォーターボトルを入れるの、なんていうかポケットがついてるとか、あとはカラビナとかで、こう、ウォーターボトルを引っ掛けられるようになってるとか、そういう風になってたらいいなと思うんですけれど、でもね、全体的に見てこう、バックパックはすごくおしゃれやし、色もすっごい可愛いし、デザインもすごくいいしなんで、これはですね、夫が実は私より先に、このバッグ僕が欲しいっていうのをすごい言ってたんで、今回のこれはですね、ちょっと夫にこの後進展しようと思うんですけれども、はい。まあ、そんな感じで、ちょっとバックパックはここに置いてですね。それでですね、もし、ガストン・ルーガさんのカバンに興味があるわとか、すごい可愛いから、ちょっと私も買ってみようかなとか、試してみようかなって思った人が、もしいらっしゃったら、ディスカウントコードがありますので、下に、詳細欄にリンクを貼っておきます。なので、もしよかったら、そっちも見てもらえたら嬉しいです。こういうのに限らず、本当に、これより小さめのカバンとか、もっとママバッグになんか、ぴったりみたいなすごい大きいカバンとか、逆にすごいコンパクトなバックパックとかもあって、私はどっちかっていうとコンパクトな方が好きなので、まあもしかしたらそっちの方がいいっていう人もいるかもしれないし、いろんなバックパックがあるので、もしよかったらぜひホームページ見に行ってください。まあそんな感じで今回のビデオはガストン・ルーガさんのバックパックのレビューをさせてもらいました。はーい、じゃあまた皆さん次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。